やった。あ、今のはデートで決まった。言うの忘れてきちゃった。よいしょ。でもあるけど、そんなもらえないんだよね。やっぱ狙えないんでしたっけ。右だもん、グリーン。だから、フェアウェイ、左。フェアウェイの左サイド狙いがいいよ。左サイド狙い。オッケー、ナイスショ。大丈夫よ、あそこなら。うん、あそこは狙える。はい、はい、ここに出す感じです。はい、9番で行きます。あ、今真上って感じなんですけど、ちょっとフェードで65、1番でちょっとフェードでやってます。105ヤード、52度でいきます。グリーンに乗った音はしたけど、このホール、ミニエッグもトラブってるんで、ボギー、ボギーで上がれればいいや。58でやってみました。難しい。58度でいきます。うん、入って。あー、早いね。これから行ったんだけど。グリーンむずい。うん。ちょっとピンチがすごかったね。そうですね。このピンの横にさ、結構難しいです。ブラインドでこの奥にさ、奥行っちゃったら転がり落ちて。そうだね。でも手前だとさ、このマウンドがあってね。そうですね。いや、難しかったな、このホール。多分あるけど、記憶にない。記憶にない。うまく見つけたい。いや、わかんない。記憶に残るようなホールばっかりですけど。確かに、確かに。忘れないけど。忘れないけど。その難しさ。神様、あんなことないかった。いろんなところ多分、回ってるから忘れちゃうのかな。そう、忘れちゃう。いろんなところの記憶がごちゃごちゃになっちゃって。そう。ですよね。で、結構その場で忘れてくから。どんどん。記憶を塗り替えて。私の本日のウェアはヒドラさんです。コーディネートしました。このヒドラさんの、まあ、イメージとしてはチェックが印象的なんで、今日チェックで靴下もヒドラ、はい、まとめてみました。可
リボンも。リボン可愛いですよね。リボンもあの可愛いリボン。タイニングゴルフさんのリボン作っていただいて、手作りの一つ一つしてくれてるんで。そうなんだ。こっちがシンプルで、今チェックでちょっとネイビーな赤入れてみます。はい、こんな感じです。ありがとうございます。じゃあ。スズネッチ、今日のコーディネート紹介です。はい、なので今日は夏。何どうした？爽やかに行こうかなって思って。結構ランニングが大好きなんです。マッシングウェアさんがすごい好きで、普段からマッシングウェアさんのお洋服、誕生日とかに買いに行くぐらい好きなんですけど、あとはアディダスさんはこの間も着てたんですけど、これめちゃくちゃ動きやすくて大好き。みのちゃんは赤いものだけど、私は白で、今日は対決だからあの違う色になっちゃったんですけど。そうだね、前回とあれも違うもんね。前回は仲良し、はい、仲良しで、バチバチで話し合って、あえて話し合った結果、今日は勝負だからって言って、あえて私は白で、私は赤い。シューズなんかどこのメーカーですか？エコーか。私もエコー。あ、やっぱ仲いいから揃っちゃった。これめっちゃ歩きやすいです。ツールとかも。踏ん張りが効く。スパイクレス。スパイクレス。滑らないです。いいんだ。全然滑らない。いいね、スパイクレスで滑らない。疲れないよね。全然おすすめです。ありがとうございます。じゅんちゃんも今日はなんか。あ、今日のウェアですか？はい、なんかです、ね、おしゃれです。FR2 っていうところから新しくゴルフウェアが出て、2が出てる。はい、ワンピース型、黒。 FR2 ってあのウサギさん？そう、ウサギが交尾してるモチーフの。あ、そうだったんだ。これはでも交尾してない。これはゴルフしてる。あ、ゴルフしてる。本当はね、キャップもあったんですけど、今日はなんか間違えてちょっとヒデスさんのやつを持ってきちゃったんですけど、これはちょっとあれだ、発売したばっかりで、もう多分売り切りっていうか売り切れちゃってて、多分買えない。すごい。ゴルフウェアです。はい、レアです。すごいなんか着心地良さそうっす。ストレッチ効いてて、ストレッチ効いてるし、着ててなんかもう突っ張ったりとかしないんで、めっちゃおすすめです。かわいい。はい、シルエットがめっちゃ、しびれがもう余計スタイルよく見えます。ありがとうございます。もともといいね。ありがとうございます。はい、こんな感じです。はい、ありがとうございます。はい、覚えてますか？めっちゃ来たことやっぱある。31ヤード縦にない。ピッチングウェッジでいきます。ありがとうございます。いい130なりましたね。すごいね、130。そうなんです、アイアン。ああ、そうだ、夏はね130なの。あー、どんない。入ったと思った。ね。
じ段につけとかないとですね、難しいね、うん、こんな傾斜だったの忘れてた、うん、意外と強めで打たないといけなかったのね。そうですね、なんかね、うん、しっかりめにありがとうございます。意外と奥だったら平らなので、手前だと、そう、しっかりめにありがとうございます。先生で戻ってきちゃったもん、私も。そうだね、すごい戻ってきたね。そう。私はスリーウッドでいきます。はい。見えた？いや、なんかこんなに大丈夫だよ。見えないと思いますけど。見っついた方がいいかな。大丈夫ですか？これが行きたかったのよ、最初から。ちょっと練習しといてよかった。ご飯を食べて。いや、練習だけど。何を変えたんですか？さっきのピンで、ピンで全部クラブを変えた。あ、クラブ自体変えた。クラブ自体。前プロギアだったけど。あ、ちょっと右に行っちゃうの。左にチーピンするのに嫌がって、あんま捕まらないクラブに来てもらってるから。それがまだあのプロギアさんと全然ピンさん。違うって、感じが強くてまだ自分のものにできてない。慣れたらいいと思う、すごく。あの、曲がらないと思う。ナイスね。もう出すだけや。そんなに勝負に。200ヤード5番やん。うん。いや、もう、そんなに勝負。7ヤード出す。うん、音がすごかった。ほら、ネックだよ。あー、2回目のやつ最高の位置だな。暫定値やつ。最高だね。キャンベルス。読んでいきます。ありがとうございます。ありがとうございます。ユーウェッジ115ヤード、はい、115ヤードユーで、U ってアプローチウェッジ？ U は、アプローチウェッジとピッチングウェッジの間のクラブです。あ、だピンって W が P なんだっけ？だ W が P で、P、うん、U がそのピッチングの下、うんうん、こういう流れ。あ、W、U、5258が入るのか。これがアプローチウェッジじゃないですか。そうだね、その間です。なるほど。はい、大体これが120なんで、これが103、ピッチングが103。ありがとうございます。そうです。タッチが左だと思ったら全然打てない。なんかまだ感じが、感じがつかめない。ありがとうございます。クラブセッティング、ドライバーから、はい、ドライバーは、ヘッドがピンさんの G410
のプラスで、ロフトは9度です。シャフトはスピーダーのエボロクの569で S フレックス S で 45.25 インチです。はい、フェアウェイウッドいきます。フェアウェイが変わった？そうですね、フェアウェイウッドが3ウッド1本入れてるんですけど G425 でマックス、 G425 マックス。シャフトは純正シャフト使ってます、うん、純正のなんだこれは 65S か。はい、65S 結構しっかりしてますね。そうですね、なんか意外とこの純正がいい、うんうん、そうそうそう、ピンさんってなんかそう、純正のシャフトでも十分使えるってすごい噂ですよね。ユーティリティも変えて3番ユーティリティ入れました。はい、これも純正で変えずに、うん、さっきと一緒です。はい、はい、S ですね。で、あとがピンさん全部 I210 アイアン使ってて4番アイアンから9番アイアンまで入れてます。はい、でウェッジはピッチングから入れてて、ピッチングも I210 でその後 U 入れてます。シャフトは全部950ネオ NS プロさんでフレックス S です。でウェッジがアクシズゴルフさんのウェッジで、シャフトは一緒、さっきと。でグリップはイオミックさんのグリップ、あのこのグリップをねカラフルに入れてるんですけど、ね、あ、もう本当にカラフルだ、カラフル全部、はい、違って入れてます。で、パターはオデッセイさんホワイトホット XG の7番のやつですね、ちょっと鉛張ってます。ありがとうございます。そんな感じです。おいし、はい、私もセッティング、まずじゃあドライバーなんですけど、ドライバーは、タイトリストさんの TSI の3ってやつを使ってまして、シャフトが藤倉さんのスピーダーエボ3ですね。 SR、 はい、ちょっと先上司の赤崎ぐらいの時で SR 使ってます。で、フェアウェイウッドが357、さっきユーティリティ5番まで一緒なんですけど、アダムスゴルフさんのタイト S っていうかな、でこれは高校生の時からずっと使ってて、で、これも純正のシャフトですね、うんうん、50g ちょっとの多分 S だったと思うんですけど、うん、これも先上司で結構上がりやすくてずっと愛用してます。でアイアンがタイトリストさんの、VG3 ですね。 VG3 で、6789P まで入れてるんですけど、シャフトが MCI、タイトです MCI、まあ、純正で多分入ってたと思うんですけど、それのカーボンです。60の R なんで結構軽めなんですけど、しっかり距離も合わせやすいですし、すごくいいです。はい、です。で、4つが、フリーグランドさんの RTX ジップコアってことなんですけど、ただ50、54、58って3本で入ってて、まあ結構54も私使うんですけど、それの流れで3本にしてます。で、シャフトが NS プロの950ですね、まあ、ちょっとアイアンよりかなり重くなっちゃうんですけど、私はウェッジ重い方が好きなのでこのまま使ってます。パターが、オデッセイの、ストロークラボ32インチで結構短い方なんですけど、これレディース用だったと思う、多分普通にシャンデューっていうもので、すごく使いやすくて、まあ、特徴的な、これが結構距離感も合わせてすごい好きです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。選手のクラブは見てて面白いです。はい、どういう説明ですか、うん、面白い。私なんかウッド1本しか入れてないから、うん、そうだね、4番も入ってる、多く多く入れて、でアイアン4番出てるからちょっと違う。そうですね、ウッドいらないです。うん、これはもう本当にティーショット用、あとはパー5、2を狙う用だけ、うん、あ、そうなんです、ね。